1945年の、エリ賞全国指導者のワン賞全国指導者期、全国指導者は、国家社会主義ドイツ労働者等の最高指導部である、全国指導部を形成するメンバーであり、またはその階級を指す。党の最高指導者であるアドルフ・ヒトラーを補佐し、原則的には、職能別に権限を文章していた。全国指導者、すなわち全国指導部の概要が、 初めて公表されたのは1931年8月である。全国指導者は、その担当分野において、最高指導者ヒトラーから全権を委託されており、その職務遂行にあたってはヒトラーだけに責任を負うとされていた。全国指導者は原則として、担当分野についてのナチ党内組織の長であった。このため、ゲッペルスの宣伝全国指導者を、 ナチ党宣伝部長、ヒムラーの新衛隊全国指導者を新衛隊長官などとするように、日本語では全国指導者のことを部長、長官と意訳することがある。初期の小規模なナチ党では全国指導者も党内の事務組織の文章者という役割に留まったが、ナチ党が拡大するにつれて全国指導者の権限を膨張していった。ヒトラー内閣の成立とナチ党の 権力掌握によって、ナチ党とドイツ国家は一体化し、全国指導者は国家全体の指導者としての地位を占めることとなった。これにより、全国指導者の中には、政府において内閣の閣僚など重要な公職を兼任する者も,も多かった。さらに、ナチ党が国家を指導するというナチ体制下では、党の全国指導者の中には、 類似分野を担当する政府の大臣を上回る、牽制を手にする者も,も存在した。一方で党内において、特定の役職を割り当てられていないメンバーもいた。例えば、ヘルマン・ゲーリングの肩書きはあくまで相当後継者であり、特定の担当分野を与えられておらず、全国指導者のメンバーに含まれないとする解説も多い。ただし、ゲーリングは、 党と国家のナンバーにと広く見なされており、政府、党、軍の多数の要職を兼務し、それらについては最高指導者ヒトラーから全権を委任されており、大きな政治的権限を振るっていたことから、事実上全国指導者の中に入るとも言える。ただし、全国指導者と日本語訳される党役職を持つ者すべてが全国指導部のメンバーであったわけではない。例えば、 ライクスフアラーという役職も日本語では全国指導者と訳されるが、この称号を持つ者の,の中で全国指導部のメンバーであったのは1934年以降の新衛大全国指導者、青少年全国指導者、労働全国指導者だけである。こうした全国指導部メンバー以外の全国指導者の事例としては、下記のようなものがある。ありがとうございます。